エンタステージをご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、原谷淳です。栗山渉です。丸山敦史です。2016年9月11日から上映されるスペクタクル時代劇、真田重雄氏に出演します。出演します。やばっ、はい、意気込みを、じゃあ、一人ずつ言いますか。みんなで言う、みんなで言う、みんなで言い合いながら高めていかない。せーので言う、せーの誰が何言ってるか分かんないけど、でもね、映画はやったそうですね。僕は映画の方にも同じ三好さんとして出演させていただいてるんですけども、まあもう舞台は初めてなので、まあこのとても堤さんが会見とかでもいろんなところで言ってるように、こうとても大変なので皆さん頑張ってくださいと、キャストの皆さん頑張ってくださいと言われてる通り、もう精一杯頑張ってね、もう自分の体を存分に使っていこうかなと思います、うん、はい、素晴らしい、そういう意気込みでございます。もうこれは原淳がまとめたんだよ。違う山くんが、僕は運の六郎として出させていただくんですが、はい、前作は浦井亮太さんが演じられてて、うん、 そうですね、それをまあ超えるというか、自分の中で色を足しながら、うん、栗山なりの運の六郎を作れたらいいなと思っております。素晴らしい、まとまりました、ね、ですよ。さあ、そしてここです。ということで、違うんだよ。僕はですね、今回ゆりかまのすけということで、槍使いで、はい、百戦錬磨の戦の達人ということでね、一筋ですからね、はい、加藤和樹さんがやってたということで、前回ね、今回は新たな新作と言ってますもんですからね、僕も、ね、この新たなゆりかまのすけを見出していければなと、皆さんと一緒に、ね、というふうになるので、これはもうあれですよね、ということで、いやね、ね、ゆりかまのすけとして、やっぱ新しい新真田重雄氏にやっぱ作っていきたいなっていうことですよね。それを見せていくということで、そう、だから絶対に皆さん見てほしいなって、欲しいので、はい、ということで皆さん、劇場でお待ちしております。お待ちしております。それでは9月に、そして10月に会いましょう。